第10章潜在意識を変えるイメージトレーニングと瞑想法第1節イメージトレーニングとは自律訓練法では心の中で繰り返した言葉背景公式による暗示によって手足が温かくなる等の実際の生理的変化が起こることを実感したはずですこれは心の中で描いたイメージが実際に肉体に変化を起こしたことを意味し 驚くべき現象ですイメージは英語ではイメージと綴り心の中に浮かぶ映像を意味します。自律訓練法の基礎の上にもっと具体的に心の中で思う映像を生理的変化ないし肉体的変化として実現する方法がイメージトレーニングです。イメーージトレーニングは 信じることは実現するという奇跡を起こすための具体的な方法論でその理論と有効性は最近の心理学の理論に基づいており病気の治療にも応用できますイメージトレーニングは人間の潜在意識に直接働きかける方法論ですうまく使えばがんで死にたいと思っている潜在意識を たくくくましく生きき抜いていて方向へ転換すするることができるのでのイメージトレーニングはスポーツのトレーニング法の一つとしてよく行われていますスポーツ選手にとって肉体的トレーニングが必要なことはもちろんですが一流選手となるためにはメンタルな面すなわち精神面でもたくましくなければなりませんこのため多くの一流のスポーツ選手たちが 練習の中にイメーージトレーニングを取り入れています元読売巨人軍の長嶋茂雄選手は試合の前に自分がホームランやヒットを打ってベース上を走り観客に大歓声で迎えられる姿を鮮明にイメージしてから打席に立ちかなりの確率で自分のイメージを実現したといいますここに天才打者長島のの秘密があったのです。 イメージトレーニングイメージ暗示法では右数のように治療者がいて患者に対して外からイメージを与える場合と自分自身でイメージを作り出してトレーニングを行う方法の2つの場合がありますがここでは1人で行う校舎について解説します。